あ、1名さんいらっしゃい。多分これキラ君かな、おそらく。あ、どうもいらっしゃい。あ、どうも、はじめまして。あ、いらっしゃい。あ、どうもどうも。あ、よろしくお願いします。いや、でもあれ、あの作品はでもすごいよな。でも田中良樹氏がですね、うん、僕の知り、先輩の父親が、梶尾真嗣さんなんですよ。あ、はい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 。よみがえりの作者の。あ、はい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 。で、紹介されて、まあ、今はもう、ちょっと、観光編患ってやってないんですけど、はい、梶新会って言って、その梶尾さんを囲んで、それとも、その会の、著名人を呼んで、飲み会やってたんですよね。で、キラ君、キラ君と、はい、何すか、梶尾さんって言って、はい、次回のゲストだけどさ、田中良樹なんだけど、来るって言われたんで、絶対行きますって言って。いや、それは行くでしょ。もうその日の予定、全部キャンセルして、もう前もって会社、休みもらってて。はいはい。だってそういう人と飲める人なんてないもんね。そうですね。うん。でも、あの人もだいぶ年ですからね。ええー、そりゃそうでしょうね。で、地元同じ熊本なんですよ。うん、あ、マジで。はい。で、空港から町まで、もうタクシーで下ってくるだけでもバテたって言ってましたね。あ、はいはいはい。マジか。はい。あれ、で、ノイエテーゼも、ノイエテーゼで、ちょっとあれも、まとめきれてないかなって節があるんですよね。まあ、あれは、まあ、あれはしょうがない。テレビシリーズでやったから、最初。でも、テレビシリーズだって、テレビシリーズだって、クロプシュトック事件と、ベーネミュンデ事件は外伝のはずなんですよ、本来なら。ああ、はい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 。だから24話でまとまってるんですよ。だから、ノイエ版も本来なら24話でまとまってるはずだし、12話で、時点で、アムリッツ座海戦終わってるはずなんですよ。ローゼンリッターに買いに行くとき、会いに行く会がちょっと尺稼ぎしたかなって感がありますよね。あー、いや、いや、あ、尺稼ぎしてんのかい、あれ。マジか。でしょ？言ってほしくないね。だって、アムリッツは10分で終わったんですよ。あ、そうだよね。うん。ちょっと確かに引っ張ってたね、だいぶ、それ考えたら。ちょっとひどかったですよね。うん。うん、でも、唯一ね、あの部分が追加されてたのは嬉しい。ヤン艦隊とピッテンフェルド艦隊があれ、戦うので、ね、すごい追加されてた話があったよね。はいはいはい。あれはすごいなんかな、あれ、あ、こう、うん、あれはいいなと思った、すごく。あ、スミスね、勝利の女神はお前たちに下地をちらつかせているぞ、ですよね。なんか細かい描写が書いてあったでしょ、なんか、あ、やっぱ、はい、あの頃からやっぱだから結構シュワツランツェンレーターに対しては結構ヤン艦隊慎重にいってたんだなっていう、うん、まああれまともに戦ったら勝てんからね、あのシュワツランツェンレーターには強いから、うん、まあですね、うん、攻撃力だけに関しては特化してますからね。そう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 、うんうん、なんかそこら辺がね、すごい丁寧に描かれてたから、あれはすごい良かったですよ。まあでも、ロイエンタール曰く3時間という限られた時間内に限ったビッテンフェルトが勝つであろうが、時間を設けないで戦った場合に俺が勝つって言ってたじゃないですか。まあね、でも、うん。いやー、でも、どうなん、まあ、面白いことは面白かったけどね、最近のやつも。まあ、あれ結局、どこまでやったのか。確か、キルヒアスが死んだとこでも終わったんだよね、あの作品は。あ、ノイエでしょ。ノイエはね。うん、で、最後の地球教のあのデグスビーが、ね、うん、我が地球に災いをなすものよって。意味深なセリフで終わってますからね。まあ、多分次やるかなっては思っちゃうけどね。やりますか、110は。いや、やってほしいね。いや、最近の若い人にもちょっとしていただきたいから、あの作品は。やってほしい、ね。まあ、でもさ、まあ、コロナやら、スケジュールやらで無理でしょうね。まあ、ちょっと厳しいだろうな。しばらくは厳
知ってる感じかな。で、劇、だって劇中でも、あの、何回か声優変わってるやついますからね。あの、まあね、ミッター・マイヤーの部下のアムスドルフとか。あ、この3人ぐらい変わってるんですよね、声優が。あー、そっか。うん、で、声優被ってるやつも何人かいましたからね。何ですか？あ、メルカツってとこも変わってるんですよ、確か。違ったっけ？メルカッツは最後までナヤゴローでしたね。ああ、あ、他のだから脇役が何人か変わっとるのか、あれだから。です。で、あの、誰だっけ、あの、ルビンスキーの息子の。うん、あ、誰だったっけ、あの、ルパートかいね。ルパートケッセルリンクですね。あれと、鈴木もう一人誰だったかな、うん、鈴木貴弘もう一人いたんだよな。ああ、はい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 、うん、鈴木さんもう一人いたんですよね。そう、うん、ね、誰だったっけ、イワン・コーネフ。 あ、そうだ、コーネフさんだ、うん、うん、そうですね、あの人も変わったの、別々がやったのな、あれって。俺そんなに見てないからね。ダブってるじゃないですか。あまりにも人物が多すぎて、もう、あの、塚山正種さんとか、もう、俳優陣まで引っ張り出してきますからね。あの、チェックメイトの一言ですね。あいつは口が利かんのか。そうそうそう。いや、あれだけで声優さん使うっていうのは、豪華といえば豪華やけどね。銀河英雄のやつ、だいたい昔のやつですね。あの、クラシック使ってた。今だいたいアニメが1話3000万らしいんですよ、作るのが。あ、そんなにかかるんや。銀エーデンに限っては1話1億かかるそうです。今に換算すると。あ、かかるでしょうね、あれは。あれはかかるでしょう、そりゃ。だって声優陣が豪華やし。はい。うん、だって脇役とかで、まあで、日高のり子さんとか使ってたし、あれ。うんですね。ね、1話だけなのね、あれ。あの、あと、なんか、すごいね。あの、ウルリヒ・ケスラーが訪ねた、あの、男の子ですよね。うん、カール君でしたっけ。そう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 。はい、お母様。うん。そうそう。あれ、結構、脇役とかにもね、有名な人使ってるから、あれはすごいなと思った、本当に。で、まあ、ジンクス的に、まあ、銀河英雄伝説に出られたら一流と。うん、まあ、あの当時言われてましたからね。そうそうそう。そうそうそう。うん。すごいよね、あれ。うん。いや、なんて言っても、あの、俺、最初気づかなかったんだけど、おきさねさんも出てるよね、はい、あれ。おきさね？おきさねさんっていうのかな、あの、あの、ラインハルトのいつもそばにいる、あの、少年がいるでしょ。あの、あ、沖合良太郎ですね。あ、沖合さんか。あ、沖合さんって言った。あ、読み方大きいですね。はい。うん、あの人。いや、俺、あ、全然声が違うから、あれ、最初気づかんかった、全然。いや、もう、あれは沖合さんまんまですね。あ、まあ、沖合さんでも高い部類に入りますけどね。あの人もっと声低いんですよ、あれ。はい。うん、そうそう、うん、あの人従来は低いよね、あれ。で、あの人はあの BL メインだから、結婚したのが偽装とか偉い言われてましたからね、結婚当初。うはひでーとか言ってからね。そういう噂だったんだ。実は神聖のホモでそれを隠すために結婚したとかですね、偉い言われてましたよ。あ、マジで。はい。いや、でも本当にね、あれ豪華でね、あれ。いや、もう今やるんだったら本当集めたし、で、あの、もう登場人物多すぎるから、もう本当5分のシーンを通るのに1週間かかったとかいう逸話もあるぐらいですからね。ああ、まあそうなるでしょうね、あれ。本当に艦隊戦なんか大変だったでしょうね。まあ、ああ、それはもうきついでしょうね、あれ本当。まあ、今は CG とか使いまくればなんとかいけるけど、それでもね、やっぱ難しいとこはあるから。で、ノイエテーセのあの、アスターテ回線なんか、3方向ちゃうやんってもう突っ込みましたからね、僕見た瞬間。あー。どこが3方向やねんって。あー、確かに、うまい場合にごまかしてたな、あれは、うん。うん。いや、あの辺はね、なんかやっぱ前作の方が、うん、本当に細かく描いてたから。
CG に関してはやっぱさすがとは思うんですけど、それ以外に関してはやっぱり石黒版の方が出来が良すぎたんで、そうですね、アニメさんでしょ、まあね、でもあとダゴン聖域だけ映像化されてないんですよね、あ、マジで、え、ダゴン聖域、はい、ダゴン聖域回線だけ映像化されてない、あれやってもらわんと、まあ現行メンバー誰も出てきませんからね。あ、マジで、はい、確かあれ 100年ぐらい、100年か150年前の、銀河帝国と自由惑星同盟の初めての艦隊戦を描いたやつなんですよね。で、その時に同盟側が帝国をフルボッコにしたんですよね。あー、ユースフ・トパロウールをもう一人誰だっけ、リンパオか、リンパオ、でもあれだからあれね、ガイデンであれやってくれたのすごい嬉しかったよね。だから誰だっけ、ブルース・アッシュビー、はいはい、あ、そうか、ブルース・アッシュビーのあの話もあったか、あれはね、あれの映像化してくれたのすごい嬉しかった、あれ、ですね、イレギュラーですね、あの5人組ですよね、そうそうそう、そう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 、あれはね、しかもすごい細かく描かれてたから、あれはファンとしては、はい、いや、だからダゴン聖域もな、やってほしいなあれ。まあ言うて、あの円盤全部持ってますけどね、僕。26万飛びました。あ、でしょうね。いや、でもね、それだけの価値があるあの陣営店に関しては、安いぐらいでしたね。そうそうそう、これに関しては安かったと思ってます、僕は。いや、ガイデンとかでもね、全然手抜いてないからね、あのめっちゃ細かく描かれてるから、っていうかむしろファンじゃないと あれ話についていけないぐらいのレベルだったんで、あの反乱者と、反乱者がちょっとライン張ると、人間出しすぎてねって感じがするんですけどね、まあでもあれも違ったライン張るとか見えてよかったかなっていう感じはするけどね、すごく。でもあのね、未成年だからのあの赤面するシーンがやっぱり平日の酒は飲めませんかいって、いや、その我々は未成年だからって、いや、でもあれは良かったと思うな、ああいう、いや、ああいう細かいとこがね、いいんだよな、本当に、で、あとあの富士流版銀英伝ですか、なんで風原ベルフィが味方になってんだよ、突っ込みたくなりますけどね。ああ、確かに、ラインハルト嫌いの急戦法やってやろうって、確かにね、で、まああと、会っていないはずのキルヒア・アイスとフロイライン・マーリンドルフが会っていたりとかですね。なるほどなるほど、ベストパールさんいつ出すんよお前って。確かにね、そうやね、唯一の友達のね、ヒルダさんとか言ってるわけで、確かにあれは、そう、あともうラグナロック作戦の時点でボルテック死んでますからね。え？いや、それはないでしょ。え、なんで？あ、すいません、ネタバレしちゃいました。え、マジで？言っちゃっていいですか？ああ、全然いいよ、いいよ、全然。あの、なんか、あの、フェザンジンって、あの、富士流版の中では、あの、おとぎの国みたいな感じで、その、なんていうんですか、あの、伝説化されてるんですよ。だから、あの、実際あるかどうかわかんないみたいな感じで。だから、その、フェザンの秘密を守るために、フェザンジンは頭に爆弾が埋め込まれてて、秘密を暴こうとするやつともろとも、あの、爆弾を爆発して殺すっていう設定になってるんですよ。で、オーベルシュタインがボルテックを尋問してて、あの、お前らにフェザーの秘密を明かさん、死ねえっつって自爆したんです、ボルテック。オーベルシュタインがまたそういうこと、まあ、オーベルシュタインやりかねんけど、マジか。で、ちなみに、あの、キルヒアイスを煽ったのも、あの、ボルテックなんですよね。マジで？
あの、貴族、あの、貴族連合との戦争の時に、あんたのね、あの、うん、名手は貴族の作戦を見抜けねえほどのやつなのかいって煽ってたやついたじゃないですか、ヒゲ面の。あれ、ボルテックです。ああ、はいはいはい。マジで。あれ、だから前作とちょっと変わった展開になってるよね、だから。若干。富士流版なんかちょこちょこ変えてきてるんですよね。うん。だって前作だったら、ボルテックってだってあの、あれ、なんかな、ラングにはめられて、獄中で死ぬっていう展開になってたから、ね。そうです。ですよね。うん、で、あの、ラインハルトとの、あの、フェザン回廊高校圏のうんぬんかんぬんの絶戦が見られなかったんですよ。で、なおかつ、あの、うん、シェーンコップとロイエンタールの一騎打ちもありませんでしたからね。え、マジで？あ、はい。いや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 。あの、イゼルロンが、イゼルロン攻略戦の時の。あの、はいはいはい。ロイエンタールがブラスター構えて、あの、シェーンコップが、あの、今この辺にはゼフリルシが、充満しているぞって言って。いや、カヌラの名高いローゼンリッターの体調を見捨てできるんなら、犬死ではないとか言って。さらばだミッターマイヤー、俺は先にバルハラへ行くって言ったら、あの、ベルゲン・グリューンさんが駆け込んできて、私はもう上官を失うのは嫌ですって言ってから。で、あの、まあ、他の兵士がなだれ込んできて、引け、引くぞリンツって言ってから、あの、シェーンコップが引いたんですよね。ちょっとだいぶ変わっとるよね、だからストーリー。はい。だからかなりこれ怒ってると思いますよ、銀英ファンは。銀英伝ファン。まあ、そうやね。いや、ちょっとエゴさしてないからわかんないんですけど、うん、お前ここ変えちゃあかんやろっていうのを変えてるんですよね。で、キルヒアイスの、あの、疑心暗鬼になるシーンも、ちょっと強引すぎるんですよね。うん。どんな感じになってるんですか？いや、まあ、だからこの、ラインハルトはほら、OVA 版とか、うん、普通の、まあ、うん、本編では、核ミサイル隊を、阻止しなかったじゃないですか。ええー。で、富士流版は、阻止したじゃないですか。でも、ボルテックが、第2波。うん、別動隊を、用意してたんですよね。マジで。はい。だからボルテックが全部仕組んでたんですよ。富士流版に関しては。あい、つうか、あの人でもそんな力ないやろ、あれ。だってルビンスキーが。まあでもなんかそれをなんか、誰だっけ、あいつ、ルビンスキーが、指示してたんですよね。うん。仲違いさせろみたいな感じで。あで、そこでさっき言った、ボルテックが、あんたのね、親分は、貴族にしてやられる玉かよ、っつってから。で、そこでなんか、キルヒアスが急に疑心暗鬼になっちゃったんですよ。マジか。いや、ちょっとなんかあれやな、いろいろいじりすぎやね、話が。うん、ちょっととか、かなりいじってますね。いや、確かにね。って、あと、マリンドルフが、キルヒアイスのバルバロスに乗り込んでるし。いや、乗り込まんですよ、従来だったら。あ、はい。本来、会ってないんですよね、キルヒアイスと、マリンドルフさんは。あ、そうそうそう、会って、あれ、一回だけよね、だから、一回、なんか、確か、すれ違ったんですよね。そうそう、だから、反乱を起こしてね、親戚が。そうです。反乱を起こして、反乱鎮圧するときに、その時に。で、父親を助けて、で、お父さんとは面識があるんですけど、いや、会ってないです。いや、会ってないか、あれ、実際は。はい。で、それで、マリンドルフさんが、ラインハルトの元帥府を訪ねたじゃないですか。で、先ほどまでいたのだが、入れ違いになってしまったかなって、ラインハルトが言ってたでしょ。確かにね、はい、だから会ってないんですよ。ああ、そっか。あ、そっか。1対1では会ってないよね、だから本当に。そうです。で、富士流版で、ジークって言ったから、私のことをジークと呼んでいいのはアンナイロード様だけですって言って怒られたんですよね。そういうやりとりがある。
はい、あります。マジか。いや、ちょっと違うな。はい、いや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 。マジか。で、なんか、あと、フェザーも、なんか、ラープオンというわけのわからんものが出てきてるんですよね。何それみたいな感じで。いや、オリジナルキャスト入れるのはいいけど、なんかな。あ、このラープモンってやつが、なんだっけ、フェザン回廊を守る、まあ、最後の砦みたいなやつで、でっかい、縄文みたいなやつがあって、そこに流体金属が流してあって、10万個の浮遊機雷が浮いて、浮遊砲台が浮いてるんですよ。うん。ああ、おはようございます。また結構いじられてるな。かなりいじられてますよ。うわ、でもあれ、あとね、なんかちょっと気になったのが、同盟側のね、提督が雑に描かれすぎてるのがちょっとね、はい、嫌だった。そうですね、うん、うん、だってあれ、俺ね、ウランフとかすごい好きなの、ウランフ提督っていう。はいはいはい。あの辺のヒトラーがね、なんかあんまり目立った活躍してないから。いや、ただ藤龍はね、どの作品もそうですけど、肩入れしたキャラクターとかに関しては徹底的に書くけど、モブキャラに関してはあいつほぼほぼ放置ですからね。うん、いやいや、透明が本当雑に描かれすぎとるもんな、あれ。まあさすがにね、時刻ってとこは結構丁寧に描かれてた感じはあるけど、うん、まあですね、うん、うん、ちょっとね、でも俺的にはウランフとかもうちょいなんかな、うん、いや、あの人って一応名称っていう設定になってるからね、あんな脇役になっちゃいけんのんだよね、本当は。うん、いや、銀エデンって、ね、本当今になると、あ、これってこういうことだったんだって思わせることは多々あるんですよね。確かに、ね。若い時全然意味が分かんなかったけど。で、僕も最初読んだのが、中1か中2だったんですよね。あ、はい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 、はい。で、リヒテンラーデとラインハルドが手を組むときに、今のうち、ね、安く買われてやるさかなんか言ってたじゃないですか。どういうことやと思ってたの、あ、こういうことかみたいな感じで。うん、そうそうそう。結構あれやな。まあでもね、もう少しな、なんか同盟側の扱いがなんとかならなかったかなって感じ。で、道原版が、なんだっけ、ランテマリオ海戦で終わってるんですよね。ああ、はい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 。まあね、でも普通、でも全部はやってくれとるからすごいよな、あれ、普通に。まあでも、キルヒアイス死ぬまで10年かかってますからね。まあ、そうそうそう、実際ね。うん、まあ、かかるでしょうね。で、もう腱鞘炎で書けないって言ってたそうですね。で、あの人はちゃんとロイエンタールとシェンコップの一騎打ちは書いてたし。うん、そうそう。あれはやっぱないとね。うん、ないとすごい必要な感じ。まあ、ただ、悲しいかな。戦艦の形がいびつすぎたんですよね。うん、あー、確かに。まあでも、それに関して、いわば藤流版はちゃんと戦艦はオリジナルを踏襲してるんですよね。まあね、うん。まあ、だからそこら辺ちょっとどっちなんかね、うん。だから藤流版と三原克美版を足して2だとちょうどいいんですよ。まあそうそうそう、それよね、まさに。戦艦デザインは確かにあっちの方がいいな。うん、まあでも道原克美版ももう20年以上前ですからね。まあね、いやでもそんな古臭さを感じさせないのがすごいんやけどな、あのアニメの。はいですね。うん、いや今見ても普通になんかね、最近のアニメとに比べても全然いけるなって感じするけど、本当。
はい、うん、すごいね、外見も外見で全然手抜いてないからな、本当。そうですね、うん、本当にね、あれは。まあでも白銀の谷は本来ならあのなんだっけ、うん、あの五丁フーゲンベルヒをあのキルヒアイスがあのレールガンでバシューンで撃って終わりなんですよね。待っているその後ろにいるヘルダーの後ろにいるやつって言ってから。OVA 基地に帰ってからあの同盟軍の基地フルボッコにするまで書かれてましたけど、本来なら2話で終わりなんですよね。うん、あ、そうなんか。あ、若干です。足した感じになってるのか。あのフーゲンベルヒがラインハルトの死を確認に来るじゃないですか。調節はあそこで終わりなんですよね。あ、はい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 。で、いつだったかな、もう専門学校の時だったかな、OVA ではその白銀の谷見てたんですよね。で、あの、フーゲンベルヒが、はいはいはい、ラインハルトに向かって、あの、バイタのようになって言うじゃないですか。ああ、はい、はい。で、ビシャーって音がするでしょ。あの時、ちょうどうちの近くに雷落ちたんですよ。ドーンって。ゾクッとしましたね。何って言ってかのビシャーのシーンがですね、分かった、貴様にもう用がない、やれキルヒアイスって言ってから、でも俺あのシーンめっちゃ好きやからね。はい、アドスレーター、でもあのシーン下手したら、はい、あのシーンってでも下手したらキルヒアイスがおらんかったラインアウト死んでたんじゃないかっていう描き方もしてるけど、あれもまた良かったよね、すごく。あの最後のあのヘルダーから撃たれるシーンですか。ええー、そう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 、うん、そう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 、うん、まあ、間違いなく死んだ、あと1秒遅かったら死んでたでしょうね。そうそうそう、いや結構ガイデンってね、キルヒアイスをすごいなんかな、あれねえ立ててますよね、思いっきりキャラ立てて描いてるから、あれがねキルヒアイスなんかしたら本当にいやありがとうって感じ、本当に。あとラインハルトがキルヒアイスを助けに来る、あの金髪が光ってるシーンですね、うん、あれもねすごい好き俺、うん、いやもう、うん、あとあの大佐が俺たちを嫌ってる理由がわからんって言ってラインハルトが頭を振るシーンの、うん、いやあれは本当にいいよ本当。でまあ、あとはそのキルヒアイスが西洋新麻薬の、あの事件を解決する話とかですね。あのシーンもあれもすごい好きやな、あの話も、はい、カイザーリング男爵の話ですね、うん、てかあかんすな、話題つきませんな、いや本当につきんね、いや銀で、いや結構ね本当に、うん、2点しときます、うん、あ、はいはい、ありがとうございます。また通知飛ばしてくれたら来ます。あー了解了解、うん、で最後にですね、まあ、またちょっと恋真似やりましょうかね、あーそうですね、あぜひラウズ、まず桃太郎スがですね、俺30ってことがこんな感じですね、何しやがるこの鼻くそ女、あーいいじゃないですか、うん、でレイザーバレルがそれが人だよキラー君、ってまあこんな感じですよね。でこのラウル・クルーゼの、声を1オクターブ下げて、うん、鼻の息を止めながら、言うと、うん、また逃げ出すんですかアスラン、ギルを裏切るなんて俺は許しませんよってなるんですよね。おでこの鼻の息を止めたのを抜きながら言うと、ごめんなさいギル、でも彼の明日はって最終回のセリフになるんですよ。あ、そういえばあれ、あの人も関さんだったね、あの銀です。白銀の谷のあの、そうだよね、俺も。フーゲンベルヒですね。あれ最近だってね、そう。おやおや、生きていたかって。いや、たまには肉体労働もしなくてはならないらしいって。まあ、最近までコロナかかってましたけどね。関さん、最近までコロナかかってたみたいですけどね。あ、はい、あそうなんや。です14日の退院者らしいです。なんで、うん、はい。いやあの人死んだ。まあ陽性だったらしいです。まだね活躍。ああよかったよかったでも。うん、
いやまあありがとうございました本当、はい、じゃあまた通知飛ばしてもらったら来ますんで、ま、はい、あ了解です、うん、じゃあお疲れでした、はい。